それではいろいろな判例で遊ぼうを始めていこうと思います。いろいろな判例で遊ぼう。で、今回は何によるかと言いますと、順序完備でない順序対応を作ってみます。間違えた。順序完備でない順序対ですね。順序完備でない順序対と。で、まあ順序対はもう紹介したわけですが、そもそも順序完備って何ぞという部分があるので、まずそこからお話をします。で、これなんですが、実数使ってる場合に位相の完備っていうのがあるんですね。で、その位相の完備と紛らわしいので、ここでは順序完備性と呼んでいます。で、今回いろいろ調べてて初めて知ったんですが、位相の完備性というのは公式完備性ということがあるみたいですね。で、その位相の完備性、公式完備性も後でもちろんいろんな形で現れます。で、その公式完備性が、まあ、いわゆる実数の連続性っていうのとも関係してきます。で、実数の連続性は、まあ普通連続の公理っていう場合にいろいろあるんですけど、この順序完備性のことを実数の連続性と言って、で、それと同時な条件として公式完備性が成立するっていう言い方をしているような本もあります。なので、実数からすると同じように見えるんですが、性質としてやっぱりまず順序から見たの、順序から見た場合の完備性と位相から見た場合の完備性っていうのがあって、実数の場合にそれを2つが一致するっていうのが、まあ重要なことなんですね。で、そういう話はまああんまりここではそういう一般論は扱うことは思ってないんですが、まあそういうのもあると、そういうのもあるとというか知っていると、まあ少しは数学するのも面白くなることを思うので、ぜひ参考にしてください。で、順序完備性を定義したいんですが、それのためにまずいろいろな定義がいるんですね。で、まずはそこからいこうと思います。まず定義、で、これはですね、順序対での不等号ですね。順序対での不等号、これをまずは定義します。まあ数学以外の人だったら、まあこういうのしなくても適当に、まあいわゆる空気を読んでやってくれると思うんですが、そういうことやると数学の人はやっぱり混乱しちゃうんですね。で、やっぱりこういうのをいちいちきちんとうるさくやるっていうのも数学では重要なことなので、まあそういった部分ぐらいはここでもきちんとやろうかなと思います。で、まあいつも通り F を順序対で P は整数としましょう。なんか一個多いですね。まあいいや。で、次のように順序を入れます。順序っていうか不等号ですね。順序って言い方よくないですね。不等号ときちんと言いましょう。不等号を定義します。
まあ、いわゆる X 小なり Y ですが、これは Y-X が P というふうにします。であとイコール入ってる場合ですね、イコール入ってる場合は Y-X が P に入っているか Y イコール X とします。ちょっとスペースあれですけど、こっちの方ですね、こっちのタイナリとかタイナリイコール、これも同じように定義をします。で次にちょっとこれに関する注意をします。注意、字がひどいですね。不等号、で ここで不等号はいわゆるあの実数の場合の対称関係と同じです。正の実数の代わりに正数 P に一般化したので、まあ改めてきちんと書かないといけないとなっただけなので、まああの実数の場合の普通の順序だと、順序というか対称関係ですね、不等号と思ってもらえれば問題ありません。それを一応ちゃんと書いておきましょう。ここの不等号は、実数の対象をイメージすれば OK と。今ですね、あの、まあ、一般論でやってるから いちいち書いただけですね。一般論にしたので、定義しないといけないだけですね。定義しないといけないだけということです。でまたしばらく定義ばっかりでもあの面白くないと思いますけど、しばらく我慢して聞いてください。次の定義は上階と下階と遊階というやつですね。上階下階あと遊階性ですね。でも同じく F は順序体、順序体で P は整数としましょう。字違いますね。整数と。であとですね、 A サブセット F というのか空でないとします。空でない、でまず U in F ですね、これが A の上階、でこれをどう定義してあげるかというと、こういうのよくこういうふうに書いたりしますが、任意の X in A ですねに対して XU が成立という感じです。でこれ図で書くとですね、これが次数だとしましょう。で、A が要はこの辺だとしますね。これ A。で、
U がこういうところにあったら、すべての A の弦は U よりちっちゃいですね。こういうような U のことを A の上階と言います。で、これ F と A が両方現れてきて、どっちがどっちかっていうのが重要なので、そこについてはちゃんと意識しておいてください。いきなり言われても難しいと思うんですが、まあやってれば身についてくるので、まあのんびりやってください。で、あとですね、ちょっとまあ一緒にした方がいいので言っときますが、この時にですね、A は F の中で上に愉快と言います。まあ、誘拐っていうと分かりづらいんですけど、要は境界があるよということです。英語で言うとバウンデッドですね。上からっていうのは、バウンデッドフロムアボブだか、そんな感じで言います。まあそれはそれとして、で次に上限を定義します。で、S in F が A の上限で、これは何かというと、まず S は A の上階ですね。で、さらに S は A の上階の中で一番小さいとします。で、こういう条件を満たすのが A の条件ですね。で、あと記号として S イコールスープ A と書きます。スープっていうのはこれ、サプレマムの略ですね。で、ここで重要なのが S in F ってとこですね。一般にこれ A じゃありません。図を書くとどうなってるかっていうと、これ次数ですけど A ですね。 A があったとき、まあ、ここに U1 とか U2 とかあるわけですけど、 S どこかというとここですね。ここが S です。まあ、イメージ的にここの端っこにあれば全ての上階の中で一番小さいはずですね。こういうのが上限です。で、問題はですね、この上限 S っていうのがさっきも言いましたけど A に含まれないことがあるというのが問題です。で、そっちはちょっと次の注意の中でもう少し言うので、一旦この話はここまでにして、定義をもうちょっと進めましょう。で、同じくですね、下への誘拐性だとか、あとは下階下限も同じように定義します。同じように定義で、あとは下限のノーテーションを紹介しておきましょう。下限っていうのはですね、これ英語で言うとインフィマムです。インフィマムでインフエとかいうふうに書きます。で、あとですね、上下両方に誘拐の場合ありますね。ステラの場合はシンプルに誘拐と言います。上下に誘拐の場合を誘拐と言います。で、あと誘拐でない場合というのももちろんあります。それはもうシンプルに
非誘拐と言います。これもちょっと一応言っておかないと口走ってしまうと思うので紹介しておきます。で、以上で上階、上限、下階、下限、誘拐とその辺の定義を終わります。で、ここの注意ですね。早速ですが注意をしましょう。で、まあさっきも少し図書けましたけど、要はあの無限に届くまで伸びてなくて限界があるっていう、そういう感じが愉快ですね。まあ、いわゆる非愉快な場合と比較すれば、まあ、分かりやすいと思います。で、上限下限ですね、これが結構問題で、まあ、めんどくさいので上限だけ見ますけど、上限がこれがですね、さっきの A ですね、ここが問題になります。で、これが今回の主題なわけですが、 A という先に F を書いた方がいいですね。 F を有理数としましょう。で、ここで A をテロルート2と Q の共通部分とします。そうするとこれルート2っていうのは当たり前ですけど A に入らないですね。 A って有理数の集合なので。でもこれスープ A っていうのがこれルート2なんですね。で、このスープ A っていうのはこれ実数の中で言うんだったらまあ上限あるんですけど、今有理数の中でやってるので有理数だとルート2って入らないわけですね。で、こういう部分がいろいろ問題になってきます。で、まあいろいろ問題になって、そういうような性質について論じようっていうのが、まあ、順序完備性だとか、まあ、行使完備性みたいな話ですね。で、こういうような状況というか現象が起きないのが実数で、で、起きないことを実数の連続性とそう呼んでいると思ってください。で、これ当たり前かと思うかもしれませんが、これはですね、順序だとかと位相という話から実数を特徴づけるすごく重要な性質で、特に公式完備性の方は解析学で現れる集合にとって必要不可欠の決定的な性質なんですね。そういうような背景があるので、この辺は舐めてはいけません。で、ここでここまで来てようやく順序完備性の話に行けます。で、ようやく本題の順序完備性ですね。定義、順序完備、順序完備と。で、 F が、まあ、同じく順序体としましょう。順序体、で、 F が順序完備だというのは、ちょっと字がめちゃくちゃですね。
順序完備というのは F が次の性質を持っていることとします。空でないサブセットですね。これが、で A が上に誘拐としましょう。下にでもいいんですが、ここでは一旦上にで、上に誘拐。この時 A は F の中に上限を持つと。ここちょっと矢印が分かりづらいのでくくっておきましょう。こういうのが順序完備性です。 あとここきっちり言った方がいいですね。ここ任意の っていうのをつけないとダメですね。もう一回言うと、任意の空でない上に誘拐な F の部分集合が F の中に条件を持っている場合、こういう場合を順序完備と言います。だからこれ、さっきの F が Q で A が0からルート2の間みたいな場合、 A ってユリスの中に条件持ってないですね。ああいう場合が順序完備でないという話です。で、実数は順序完備です。まあ正確に言うんだったら R は順序完備であるというのをコーリーに設定してるって言った方がいいかもしれませんが、まあその辺の話をちょっと数学をちっちゃっとやってもらうことにして、ここでは少し触れるぐらいにしておきましょう。で、実際に命題の証明というか判例のページをしていきます。定理または例ですね。例、順序完備でない順序体が存在する。順序完備ではない順序体があると。順序体が存在する。でもちろんこれ要証明なんですが、もちろん例は Q です。で、まあさっきから言ってる通り、ルート2が含まない、 ルート2を含まないみたいな、そういう状況なんですけど、で、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですが、これはですね、意外とちゃんと証明しようと思うと結構めんどくさいんですね。で、結構めんどくさいのであえてやってみましょう。A をこういう集合だと定義します。 0R R2 乗2と。これって要はですね、さっき書いたこれなんですけど、今ですね、これルート2っていうのが R であって Q の源じゃないわけですね。で、今完全にユリスの中で考えたいので、このルート2っていうのを表立って書いちゃうとやっぱり良くないんですね。で、良くないのでこういうようなちょっとひねくれた書き方をしています。で、そこまでその辺のひねくれた書き方しなきゃいけないっていうのが結構めんどくさい部分なんですね。でも、本当に
ちゃんとやろうと思うとめんどくさいので少しずつ照明は手抜きますが、まああのエッセンスはちゃんと紹介します。でそのあの手抜いた部分っていうのも後できちんと紹介します。でまずはだからなんだ、まずですね1位 A なので A は空ではありません。で2は9の中に入ってて2の X in A に対して X はまあルートじゃない普通の2ですね。2なので A は上に誘拐ですね。でこれがでここまで来て A が9の中に上限を持ってないっていうことを証明すればいいわけですね。でそこで入り法を使います。入り法9が順序完備とすると順序完備だとする順序完備順序完備だとします。でそうするとまあちょっと分かりづらいですね。正の有理数 C があって C イコールスープ A になります。でまあ有名な話ではありますが こうなるような有理数はないので真実はノート2ですね。なので C の2乗は2より小さいか2より大きいかです。でいちいちこういうような2乗とかにしてルート2とか表に出しちゃいけないっていうのがめんどくさい話ですね。ここから矛盾を導けばいいわけですね。で一旦まず C2 乗が2だとしましょう。あ、2より小さいとしましょう。とする。で次のように D を定義します。2プラス C の2乗の2マイナス C2 乗。そうするとこれ正でさらに有理数の限ですね。 C は今有理数だって言ってるのでこれ問題ありません。でちょっとめくっちゃったのでもう一回 D を書きましょう。2プラス C の2乗の2マイナス C2 乗と。でここでですね何を示すかというと C プラス D が A に入ってることを示します。でこれを示すとですねC は C プラス D で C プラス D が A の上階ですね。
こうなります。で C イコールスープ A とさっき仮定したのでちょっとむちゃくちゃですね。スープ A に矛盾、というわけでいけないよっていう話なんですが、でもちろんこれが言えた上での矛盾なのでこれを言わなきゃいけないわけですね。でこれをですねちょっと手抜きして証明します。でまあこういうふうにやった方がですね、D を引きずり出した見方っていうのが分かりやすいと思うので、そういう意味でちょっと手抜きで証明します。で D は2プラス C の2乗の2マイナス C の2乗だったわけですが、これをちょっと一旦こういうふうに書きます。2マイナス C2 乗と。で、まあ、当たり前ですけどこれなのでこうですね。で、もちろんこうなるわけです。で、これを使ってあげるとどうなるかというと、2プラス C のルート2プラス C の2マイナス C2 乗と、これが2プラス C の、まあいいか、ルート2マイナス C になりますね。でさらにこれがルート2マイナス C です。つまり C プラス D がルート2よりちっちゃい、 C プラス D の2乗が2ですね。つまり C プラス D が A に入るというわけです。でここで何がインチキかっていう、とここですね、こことかここ、やっぱり今ユーリスの中でちゃんと話しなきゃいけないので、こういうのを引き出すのってインチキなんですね。まあでもこっちの方が証明見やすいと思うので、ここはちょっとインチキしてルート2を引きずり出しちゃう証明にしました。でもちろんこれ結果から言うんだったら無念なくやれます。でこのルート2を使わない証明についてはまあやってみてください。そんなにめちゃくちゃ難しいというわけではないですね。で今 C2 乗、あ、間違えたというかひどいですね。で今 C2 乗には矛盾しましたと。じゃあ今度 C2 乗がルート2じゃないですね、2乗にしてるんだから普通の2でいいですね。こっちも同じく矛盾します。同じくここか矛盾で、今度は D イコール C プラス2の2乗 C2 乗マイナス2にして C マイナス D がルート2より大きいと、まあ、これも正確に言うんだったら C マイナス D の2乗に引いた方がいいですけど、こうなることを同じように証明してあげればいいです。でもどっちにしてもダメなので Q が順序を噛んでいないということが配慮法によって分かりました。以上で証明終わりです。で最後にあとまた3つぐらいですね注意をし、で注意1、注意1、
D の見つけ方。でまああの署名中でいきなりああいう D を持ってきたわけですが、で数学だとよくああいうのありますけど、どうやってあんなものを見つけるのってあると思うんですね。でこれまああの例に限らず数学の話をする中ですごく重要なので、きちんとお話をしておきましょう。でまあさっきも言いましたけど、要はですねこういうものを見つけてきたわけですね。でこの結果から逆算して D を作ってあげればいいんですね。ちょ書いておきましょう。結果から逆算して作ると、逆算して作る。でまあ D がですねルートにマイナス C よりちっちゃくなきゃいけないので、 X プラス C 分のルートにマイナス C で X 正とか、ちょっと X が風にしておきましょう。で、この X をまあうまいこと決めてあげればいいんですね。で、一方でですね、これ D は有理数にしたいわけですね。で、有理数にしたいのにこのルート2が入ってると鬱陶しいわけですね。なのでこのルート2を消しに行きましょう。 E プラス C のルート2マイナス C で、これを消したければ分母分子にこれをやってあげればいいわけですね。普通はあの分母の有理化をしますけど、今要は分子の有理化をやったわけです。そうすると2プラス C の2マイナス C2 乗のルート2プラス C というのが出ます。でも再びルート2が出てきて鬱陶しいんですけど、これもまあさっきやったルート2がちょっとむちゃくちゃだ、2よりちっちゃいのでこうなるわけですね。なので今逆ですね、こうか、あ違う、これさっきこれ X にしたんですね、間違えちゃった。ここ X、 これも X、 ここが X、 X プラス C、 X プラス C、X プラス C と、あだからここ、ここもあれですね、書くんだったら、こういうふうにしておくと X ルート2になるので X プラス C の2乗分の2マイナス C2 乗というふうにできます。でここで X in Q でさらにこうなるようなのを持ってくればいいわけですね。でそこでちょっと X イコール2ってしてみましたっていうのがさっきの作り方です。でここの計算を、ま、真逆にいけばそのまま素直にいけるわけなので、こういうふうにして D を引っ張ってきました。以上が D の見つけ方です。で次ですね、まあ、最初にも少し言ったんですが、改めて順序完備性と公式完備性について注意をしておきましょう。注意、まあ、いろいろな完備性としておきましょう。いろいろな完
生。でも実数論で、まあ、ちょっとこれいろいろな言い方あるから微妙といえば微妙なんですけど、順序完備性のことを連続の小利ということがあります。順序完備性、ちょっと字むちゃくちゃですが、順序完備性を連続の小利ということがあります。で、あとですね、コーシー完備ですね。コーシー完備、これをコーシーの収束条件と言ったりすることがあります。コーシーの収束条件で、この辺のことを詳しく知りたい人はですね、東大出版会の杉浦光雄の、解析入門1ですね。これが一番、まあ、署名だとか議論が丁寧だと思います。具体的に言うと P27 の注意4とかですね。で、これ丁寧なのはいいんですけど、これむしろ丁寧すぎて、まあ、読むのが嫌になる本ですね。具体的にどういう話かというと、本当にきっちり危険見てたので、ワンステップワンステップ本当に地道にやっていくんですね。なので超めんどくさいです。で、まあめんどくさいんですけど、逆に言うならきちんと書いてあるので、なんか分かんないことがあった場合にきっちり証明を置いたいですっていう、そういう場合には辞書として非常に便利です。まあ数学科の人以外はそんなに使う必要ないと思うんですけど、辞書が欲しい場合には非常に有効なので、辞書としてはおすすめしてます。で、次ですね、もう一個、これもちょっと言った話なんですが、改めて言っておきましょう。注意、有理数と実数と複素数ですね。で、順序っていう話からいくつか見ましたが、まず、順序が入るかどうかというので言うと C 入らなかったですね。で、めんどくせえのでかなりって言っちゃいますけど、完備かどうかっていう話にすると Q が完備でなかったわけです。完備でない。なので、順序が入るかどうか、完備かどうかっていう条件をつけただけで、Q と C って候補から外れちゃうわけですね。なので、順序が入るかどうか、順序完備かどうかっていうのは、実数が持ってるすごく強烈な性質で、重要な性質です。で、今まで挙げた、例だとか議論っていうのもそういう意味ですごく重要なんですね。で、まあ数学をちゃんとやろうという場合はやっぱり こういうとこ嫌でも意識せざるを得ないんですね。で、みんながみんなここまできちんとやる必要ないんですけど、数学をある程度きちんとやりたいと思ってしまった人はこういう部分にも一つ一つ注意して話を追いかけていってください。
今回は以上で終わりです。で、次はですね、非アルキメデス純状態というのを紹介します。で、もちろん、実数はアルキメデス純状態です。で、その、アルキメデス性っていうのも、実数の性質として、重要なんですよっていうお話なので、その裏返しのアルキメデス性を外すと実数以外の仲よく分かんないのが現れてきて嫌だなという話をしようと思います。では今回は以上で終わります。お疲れ様でした。